なんですけれども、この方も駆けつけてくださいました。仮面ライダーブラック、南光太郎役、倉田哲夫さんです。どうぞステージにお越しください。本日はよろしくお願いいたします。では倉田さんからもご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。6年前にですね、仮面ライダーディケードで、ダブル変身をしてから、倉田哲夫が南光太郎をやれば、日本の特撮ファンは元気になると言われ、このオファーを受けました。本当に脚本の段階からですね、僕らしいセリフと、あと柴崎監督に、熱く演出してもらいましたんで、仮面ライダーとは何たるかを、この映画で伝えることができたと思います。皆さん楽しみにしててください。ありがとうございました。ありがとうございました。ようこそお越しくださいました。さて、それでは皆様お揃いいただきましたところで、私よりいくつか質問をさせていただきたいと存じます。まずは竹内さん、お願いいたします。はい、今回先ほどのご挨拶にもありました通り、はい、多くの先輩ライダーと共演されたわけなんですけれども、ね、はい、今横にいらっしゃいます、はい、倉田さん演じる仮面ライダーブラックは強烈な印象が残ると伺っているんですけれども、ね、はい、共演されてみていかがでしたか。僕はですね、はい、頼むよ。はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、大丈夫です。僕はですね、ちょうどビデオで仮面ライダーブラックを見ていて、生まれてないもんね。生まれてないですよ。生まれてないんですよ、はい、彼は。僕のお父さんとかがハマっていた。彼はね、初日にね、僕と会った時にね、初めまして、僕のお父さんが倉田さんの大ファンですってね。お父さんいくつって言ったら45って言うんですよ、はい、僕の一つ下だよね。そうですね。そうです。だからそのビデオで見てた人と共演するってことはすごく嬉しくて、やっぱり共演してその一緒にお芝居をしたシーンとかは、何ですかね、あ、これが仮面ライダーだという感じで、自分の仮面ライダーまだまだ薄いなという感じがして、まあこれからまだ僕、そんなことないよ。本当ですか。そんなことない。もう今ドライブの時代だから。そうですか。まだ僕あと半年ありますけど、もう本当にしっかりとした仮面ライダーとして成長できるように頑張らなきゃなという気持ちがありましたね。すごくセリフの一つ一つが重くて、本当にお芝居やってるのに気持ちがこう触れるような感じになったので、やっぱりすごいなと思いました。敵があります、悪の組織、その大幹部ブラック将軍ということですけれども、オファーが来た時、先ほどもすぐに引き受けてくださったとおっしゃってましたが、改めてこうお気持ち、ご感想はいかがでしたか。まあ、気持ちよくオファーに対しては引き受けさせてもらったんですけども、やっぱりいかんせんね、顔が私どっちかっていうとヒール系じゃないんですよ。どっちかっていうとベビーフェイス系なんでね。何笑ってるんですか。とよく言われるんです。ですから、まあ、歴代のブラック将軍のあの迫力をちゃんと継承できたかなっていうのが、若干ベストは尽くしましたけども不安ではあるんです。そこはやっぱり観客の皆さんにね、じっくり見ていただいて判断をしてもらうと。なるほど。委ねますから皆さんにね。かしこまりました。今でも素晴らしい迫力だと思うんですけども、ただ決してくしゃみをしないでくださいね。その間にいなくなっちゃうからね、これ。スクリーンから目を離さないでしょう、ね、かしこまりました、はい、この方をお迎えしなくてはこの映画は始まらないだろうということで、この方が駆けつけてくださいましたのでお迎えしたいと存じます。仮面ライダー3号黒井恭一郎役、及川光博さんです。どうぞ。本日はマスクオフの状態でご登場いただきました。ありがとうございます。それでは及川さんからもご挨拶をお願いいたします。仮面ライダー3号黒井恭一郎です。もうね、こうスーツ着てたらね、未知じゃいられないから。よろしくお願いします、よろしくお願いします。これ10分経つと汗が出てきます。
半田君のおしゃべりが長くてどうしようかと思った。失礼しました。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いいたします。さあ改めて及川さん、はい、仮面ライダーになっていたら未知ではいられないというふうにおっしゃっていらっしゃいましたけれども、はい、今のご気分いかがでしょうか。見ての通り僕だけがライダースーツを着ていて身に余る光栄でございます。もう見惚れる一方なんですけれども、実際このライダースーツの着心地はいかがでしょうか。一言で言えば熱いです。やっぱりね、このメットオフ、マスクオフの状態っていうのは小学校、昭和の男子諸君の憧れでありましたので、今回のお話いただいた時にまさかこういう、スタイルで、お芝居ができるとは想像もしていませんでした。いや、背筋が伸びる思いでございます。ありがとうございます。私どもも本日お会いすることができて大変嬉しく思います。ありがとうございます。黒井です。黒井様ありがとうございます。